こんにちは、エブリッドの内田です。今日はですね、後ろに僕の作業スペース、作業デスクがあるんですけども、作業デスクのね、こう作業のこうスペースと、高さ調節のモニターの高さを調節したいがために今日は、モニターアームを設置していこうかなと思います。以前ね、僕ねモニターアームはエルゴトロンっていうね、めちゃくちゃ有名なちょっとモニターアームを使っていたんですけども、ちょっと以前ねこう友達に譲ってしまったので今日改めて買い直しました。でもね、その買い直すといってもやっぱりね、できるだけ安くしっかりしたものを買いたいので、まあ、ちょっと安物買いの全入しない説はあるんだけども、ちょっとね今日は安いアマゾンチョイスのモニターアームを買ってみました。こちらですね、こちらなんて読むでしょう、これフアヌオって読むのかな、なんて読むかわかんないんですけど、これフアヌオかなんかの HNSS7 ってやつですね。購入価格4200円、エルフォトのね1万何千円するやつなんですけど、これその本当に多分3分の1ぐらいですね、これ値段なので、ちょっとねこう不安もあるんだけど、まあちょっとこれを今回取り付けていこうかなと思います。で、今回なんでねこの HNSS7 をこう選んだかと言いますと、まずね、35インチまで対応してるってことですね。なんか結構安めのモニターアームって結構ね27インチまでとかだったりするので、なんかね35インチまでってこれぐらいしかなかったんじゃないかな、あんまりちょっとリサーチできてないかもしれないんですけど、なんかちゃんとねこうアマゾンの評価が高くて、なんかちゃんとしてる、いやそこそこちゃんとしてるやつだったら35インチで多分これが最有力候補かなって思います。あとね、9kg まで耐えれるってことで、まあ、僕34インチのねこう LG のウルトラワイドモニターを使っているので、このスペックを選びました。いろんなメディアの噂によると、そのエルゴトロンになんか遜色ない出来なんだとか、なんかって聞いたことあるんで、ちょっとね、まあ僕エルゴトロンを今持ってないので本当に徹底比較みたいなことはできないんですけども、まあ、実際に使ってみたこう感想、やっぱり、ね、そのなんか数値上のスペックっていうよりもこう実際使ってみた感じの感想をこうお伝えできた方が、あ、これでもいいんだって思ってもらえるかもしれないし、あ、これ全然ダメやんって思ってもらえるかもしれないので、そんな感じで、ね、今日はやっていこうかなと思います。エルゴトロンに近いのかな、本当にちょっと真相に迫っていきましょう。で、今現在分かっているエルゴトロンとの大きな差は、なんかね多分エルゴトロンって確か10年保証ぐらいついてるんですけども、これね5年保証らしいです。この今日買ったこれフアヌオのなんちゃってやつね、5年保証らしいんですけど、5年保証ついたら十分じゃねっていう、5年待ったら結構なかなか十分なんじゃないかなって思います。で、ここからね、組み立てと動作確認、僕なりのね、モニターアームを使うメリットのお話をしていけたらなと思います。あ、でちょっと余談なんで、本編の方に飛ばしてもらっても構わないんですけども、僕ねこれからねこれ今デスク環境をちょっと以前と変えたっていうか、ちょっとここからねもうちょっと再構築していこうかなと思っていて、今現在使ってる PC と、モニター、PC、モニター、キーボード、マウスはまあ一応今んとこ固定でいこうかなと思ってるんですけど、まあその周りにこう PC のインテリアとか、今回ね、モニターもそうなんですけども、このね、デスク環境周辺のね、デスク改革、デスク周り改革をちょっとこうシリーズ化していきたいなと思ってるので、そちらもね、こう興味ある方いましたら、ぜひもチャンネル登録をグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ前置きが長くならないうちに、早速モニターアームつけていきましょう。本編どうぞ。はい、じゃあ早速ね、本体の方を取り付けていこうかなと思います。まずね、下のクランプ部分をつけるみたいですね。はい、で、今なんかね、いろいろこれ組み立て終わりました。ここはね、なんか全然簡単じゃなかったんで、ちょっとね、説明は省かせていただくんですけども。で、これも今からね、こう、挟んでいくんですけど、これ、補強プレートがないんで、まあ、そのまま行ってもいいような気もするんだけど、でも一応怖いんで、ちょっとね、このサイズにこう、折った紙を挟んでいこうかなと思います。紙で意味あるかちょっとわかんないですね。あんで、なんか、今回 USB ケーブルがどうのこうのみたいなのあったんだけど、まあ、僕はね、こういう類のやつは全然使わないんで省いたんですけど、使う方、ぜひ入れてみてください。次ね、このアームをつけていきます。なんかつけるって言うともちょっと刺すだけっぽいですね。はい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 。で、ここをなんか調節すると、このきつさが変わるっぽいですね。これを回すと、きつくなりますね。じゃあ次、この上のやつもつけていきます。こっちもね、この六角電池で調節するっぽいですね。はいはい、いい、全然、あれ?もういい予感、全然いい予感。じゃあ次はですね、これと、これはね、モニターにつけるやつですね。モニターにつけるやつと、真ん中のこのアームをこうガッチャンってやっていきます。これはね、ネジ回すだけでつけられるんで、もう全然これも簡単です。はい、こんな感じでつけました。これと、あとこれとね、モニターをつけるだけですね。いや、これめっちゃ簡単だぞ。なんか USB とかあったけど、それ使わない人はマジ簡単だし、使う人もね、めちゃくちゃ簡単だと思うんで、難しいことなんて一切ないですね、これ。これもですね、そのモニターの後ろのベサマウントに、ネジでこうつけるだけです。これウルトラワイドモニターのこれを外していきます。ここからはこの別売りのこのプラスドライバーが必要になってくるんで、準備してみてください。
って意外とねずっしり感ある、ちゃんとしっかりしてると思うけど、ちょっとね塗装が雑だったりとか、なんかねちょっとマーキング甘かったりするところはやっぱり安物って言うとあれだけど、ちょっとそういうところをねちょっとカットしてるのかもね予算。はい、これね取り付け終わりました。じゃあこれをねスマホこうやってガチャンって乗せて、これ乗せていこうと思います。乗せます。よいしょ。はい、おお、はい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 。こことかここのこの角度とか、あとねこの辺のこのなんだろう、この上がりダウンのさ、このちょっとこう強度とかっていうのは、この強さはねやっぱこれでこういうところね、これでくるくるってやることによって調節簡単にできますので、そんな感じです。あ、見てください、結構ね34インチのウルトラワイドだと、下ギリギリまでいきます。下ギリギリまでいきます。皆さんご覧ください、このこれですよ。これ公式ページではあんまりこれいかないことになってるんですけど、全然ここ全然ガンガンですよ。ガンガンいきます。ガンガンいきますね、これ。はい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 、こっちもね見てください、これ、はい、見て、こんなことできますよ。こっちもほらこんなこともできます、こんなこともできます。全然余裕ですね。ちゃんとここに一回転しますし、上に上げてここでパソコン作業もできると。はい、ということで、ね、改めて今こういういろいろなこう各部のこう調節が終わりまして、僕のベストポジションが決まりました。改めてねここでどのぐらいどのような感じで動くかっていうのをね、見ていきながら、僕のこのエルゴトロンを使ったことがある僕のね、実体験を元にした感想を、こうリアルな感想をね、述べていけたらなと思います。詳しいねこう回転はこう何度、ここは何度、ここは何度っていうその数字はね、こう僕がペラペラ喋っていくよりもこの画像を見た方がね分かりやすいと思うので、画像をご覧ください。ポン。はい、あとはねちょっと一時停止してもらって見てもらうということで、じゃあ動作確認と言いますか、じゃあ実際に動かしてみようと思います。まずね上に行きます。ウィーン、ほら見て待って、こんな感じでしょ。でウィーンで、でこの画面のここのさ、ここの首のやつはさ、さっき見てもらった通りめちゃくちゃいきます。なんか Amazon のページではこう8度とか55度までしかいかないってなってるけど、いや全然もう、全然こうです。で、もちろん上に行きますし、上に行って、ここはね、実際にこう360度、回転しますと。なのでね、こんな感じで、こう縦画面にもできますと。実際にこういろいろ動かしてみた感じ、エルゴトロ、僕前使ってたモデルとね、大差ないです。どういう風に大差がないかって言いますと、この可動範囲とかに関してはね、いや、全然こう遜色ないですね、やっぱり。唯一こう体感できるレベルでちょっと違うなっていうのは、この動かす時の滑らかさとか、ここのさ、ネジの調節具合のちょっと難しさ、なんか、こっちはちょっと硬かったりして、微妙に難しかったりするんだけど、やっぱりね、そういう細かいところとか、なんかちょっとこうマーキングとか塗装とか細かいところに関してはやっぱりね、ちょっと負けちゃうんですけども、一発目これだったら全然いいと思うよ。これで全然満足できると思います。いや、これがね、神コスパって、めちゃくちゃ騒がれる理由がわかりますわ。しかもこれ34インチのね、こうウルトラワイドモニターなんですよね。いや、それをこう、ちゃんと耐えてですね、こんな感じでこう、斜めにも耐えてですね、まぁ、ちょっとこう、調節は必要だったんですけども、まぁ、めちゃくちゃすごいと思います。ぶっちゃけね、僕これ合格だと思います。肉と一緒。高い肉と一緒。国産黒毛和牛みたいなものを食べなければね、オーストラリア産の牛肉でも美味しいんで、一発目これはいいよ。一発目これマジでいいと思う。買って損しない。これ安物買いの銭失いじゃない。安物買いの銭入り。僕、この角度にしたかったんですわ。このね、このちょっとこう下、結構下寄りで、こういう角度にしたかったんですわ。理由なんですけども、この肘掛けからダイレクトキーボード。肘掛けからのダイレクトキーボードがいいんで、結構こう低いんですけども、まあ、ってことでね、ちょっとこうテンション上がっちゃったんですけども、さっきのね、このアングルに戻そうかなと思います。いや、めちゃくちゃすごい。はい、ということでね、さっきのアングルに戻ってまいりました。ちょっと実際にね、こう使ってみて、こう動かしてみてね、すごい良かったと思います。ちょっとね、実際にこう僕なりにちょっとまとめてみたので、ちょっとお聞きいただければなと思うんですけど、僕の記憶からすると、ちょっとね、操作感的には、
もうちょっと、某有名モニターアームの方が滑らかだったかなとか、あの細かいその設定のさ、この力加減とか、そういうところはちょっとしっかり行き届いてるなとか、あの塗装面、塗装とかその見た目の面では、ちょっとこう、もうちょっと綺麗に仕上がってたなっていうふうには思ったんですけども、なんかね、その操作感っていうところではちょっとあったかもしれないけど、機能面、こういうどれだけ動きますよとか、そういう機能面に限ってはね、全然遜色ないなって思いました。いや、そのなんかさっきからさ、なんかじゃあこいつ全然動かねえのかよって言ったらそうでもなくて、さっき見た通りね、結構こう滑らかに動いてくれてるんですけど、その比べたらちょっとあれかなっていうぐらいであって、全然すごい、マジですごい、なんかね、全然いい、この値段のクオリティじゃねえって思った。耐久性についてはまだね、ちょっと使ってね、もう本当に数分とか数十分のレベルなので、まだ耐久性については分かりません、ね、やっぱり、ね、高いお金を出してやっぱ買うってことは、まあ、それだけね、そっちのまあ某メーカーの方が、まあ、耐久性に関しては優れてるのかなと思っちゃったりするんですけども、まあ、こっちもね、5年の保証はついているので、まあ、その辺もうまく保証とかをね、活用していければいいなって思います。で、最後にね、その僕なりのね、こうモニターアームを使うメリットっていう話なんですけども、まあ、どうしたらする、デスクがスッキリですよね。あのモニターのこのさ、スタンドのあの、結構場所取るからね、意外と。そのスタンドが場所取る分を、結構ね、こうデスクがスッキリするなっていうのはあります。まあ、あとはですね、僕のこの理想のこう椅子の机とその高さみたいなのがあってですね、その感じでいくと、モニターも結構下に下げたいんですね、実は。ちょ、こう上向きだと、ちょ、僕結構こう首つかれちゃう派なんで、でたまにね、こう首、こう上向いてやってる方が楽っていう方もいらっしゃるんですけども、僕は結構ね、こう首、下げたい派なので、結構こう画面を下げたいっていう意味でもね、めちゃくちゃすげえいいなってやっぱ思いましたね。いや、なんか正直安物買いの銭失いかなって思ってたんですよ。こう何回もちょっとハマってます、この言葉。めちゃくちゃハマってるんですけども、正直ちょっと損するかなって思ったんですよね。まず箱開けた時点で、あ、なんかしっかりしてんなって思ったし、なんかね、ちょっと今日動画ではあんまり紹介しなかったんですけども、あのこうパイプの間にもそのなんだろう、コードを隠す収納みたいなのがあったりするので、まあ、そういうところもね、まあ活用する人は活用してもらってすごいいいと思いますし、いや、めちゃくちゃ僕大満足しております。とにかくね、こう安くてね、こうちゃんと機能するので、めちゃくちゃコスパいいと思います。多分ね、あのこの格安モニターアーム市場の中でも多分こいつトップクラスだと思います。こんなにね、しっかりできているとは思わなかったですね。僕が前使ってた某有名モニターアームとね、ちゃんと本当に何回も言うようだけど、こうやって動かした感じで、ね、遜色ないですね。いや、遜色ないって言うとなんかな、それ使ってる方に置かれそうなんで、もう一回ね、さっき動画の途中でも言ったんですけども、あ、お肉と一緒で、あの高い国産黒毛和牛なんかを先に食べなければ、あのオーストラリア産とかアメリカ産でも十分美味しいんで、そんな感じでね、こう一発目これから行くのすごいおすすめだと思います。まあ、ということで今日の動画どうだったでしょうか。モニターアーム設置してみました。今回の動画はその僕のデスク周り改革っていうね、その新たなる、こうなんだろう、僕のこう一個のこう動画のテーマとしてね、その第一弾としてやってみました。今後もね、そのデスク周りの周辺のアクセサリーだとか周辺機器だとか、まあ、その他の、ね、こうインテリアとかもね、照明とか、そういうのを含めていろいろこうデスク周り改革、続きをやっていきたいと思うので、ぜひともね、この辺とか興味ありましたら、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。他にもね、ガジェット系の動画とかね、こう iPhone とか Mac とかいろんな動画上げてますので、ぜひともチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。